ハリケーンフェスティバルはドイツのシェイセルで毎年6月に開催される野外音楽フェスティバル。一般的にハリケーンと簡略化されて呼ばれている。ロック、オルタナティブ、ポップ、エレクトロニックなど様々なジャンルのアーティストが出演する。同じ主催者によりドイツ南部で開催されるサウスサイドフェスティバルは姉妹フェスティバルの関係で、 同じ3日間にほぼ同じラインナップで行われる。1973年の9月8から9日に開催されたシェーセルでの最初のフェスティバルは S ロックド・インデア・ハイデと呼ばれるもので当時のロック界の大物が多数参加した。1977年の9月3から4日に開催されたフェスティバルはファーストライダー・オープンウェアと呼ばれ企画段階で バンドにお金を払えないことに気づいた主催者が残りのお金を持ち逃げしたため150万円の損害を被ったという。金銭問題で発表されていたバンドが到着しなかったりスタッフが職務を放棄した結果、騙されたと感じたファンとイベントスタッフたちはステージと主催者のトレーラーに火をつけ機材や楽器が破壊された。怪我人も出たため、少佐の命令により、 シェーセルでのロックフェスティバルは一時的に禁止された。現在のハリケーンフェスティバルは1997年からシェーセルにあるスピードウェイ競馬場のアイヒエンリングで開催されている。観客動員数は2016年に7万人を超え、ドイツ最大級の音楽フェスティバルとなっている。ありがとうございます。